どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はヒルトンワイキキビーチホテルの前といった形になります。こちらですね。で本日はですねヒルトンダイヤモンド修行3泊目ということで、次はですねヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートということで、一昨日泊まったねエンバシーの近くなんですよね。はい、ということでそちらまでね、行きたいと思います。今ね、チェックアウトしたばっかりで13時ということで、まだ行ってチェックインできるかわかんないですけども、ひとまずね、行きたいと思います。ということで行きましょう。はい、で昨日ねエンバシーからこのホテルまでスーツケースをリュック引いてね歩いたんですよね。めちゃくちゃ疲れてめちゃめちゃ疲れて、あれ非常に後悔しましたので、今日はね、バスで行きますそこにねバス停がありまして、バスカードもね先ほどホローカードだったかな、はい、ハワイのバス、あの市バスのカードありますよね。はい、それを購入いたしましたのでそれで行きたいと思います。ちょうどねここにバス停がありますんで、ちょっとバスを待って、ほとんどのバスあっち方面行ってくれると思うんですけども、まあ、ちょっとね Google マップ等々で見ながら、乗っていきたいなと思います。はい、バス停はこんな感じですね。であの20っていうバスがね、あの空港行きのバスみたいなんですよね。ですので明日もねバスで帰ろうかなと思っておりますんで、ひとまずねここでバス待っていきたいと思います。それではバス来ました、乗っていきたいと思います。それでは42番というバスですね。もうバスに乗ったらあとはもう Google マップ見ながら次だなみたいなところで降りていきたいと思います。いやいいですね。ということで到着しました。本当にねホテルの目の前にこのバス停がねありますので、いや非常に利用しやすいですね。でまたね20番のバスもこう通ってますんで、明日ここからね空港の行きのねバスに乗って空港ね行きたいと思います。でこのバスはですね、あの私はあのスーツケースとカメラを持ちながらねあの乗車しますんで、あのスイカみたいなカードを ABC ストアで購入したんですけども、ワンライド3ドル、まあ1乗車3ドルでね普通に現金でも乗ることができますので、まあ、ここはねお好みで利用していただければなと思います。 Google マップとかでもねこれすごい出てきますので、ちょっとね不安に思われる方多いかもしれないですけども、まあ1ドル札片手にねあの3ドル皆さん入れて乗車してましたんで、まあちょっともたついてもね多分怒られたりはしないと思うんですけども、はい、まあそんな感じで利用していただければなと思います。まあちょっとねあのホテルの移動とかねするような方はですね、これ結構便利だったりいたしますので、ぜひ活用してみてください。ということでチェックインしていきたいと思います。今ね13時14分ということで、まあちょっとチェックインできるかどうかは分かんないですけども、ひとまず行ってみたいと思います。いやバス楽ですねバスめちゃくちゃ楽もう本当に目の前がホテルなんでめちゃくちゃ楽ですね。はい、はい、ヒルトンハワイアンビレッジ到着です。あ、私が指さしてたビルの隣でしたね、失礼いたしました。ということでこちらですね、ちょっと今信号が赤なんで信号青になったら行きましょう。ヒルトンハワイアンビレッジですね。ここねグランドバケーションズクラブとかもねあの一緒になってますんで、結構ね種類が分かれております。ですので私が泊まるのはヒルトンハワイアンビレッジの方で、宿泊しますので、グランドバケーションとかねいろんな名前がついているホテルありますんで、まあ、この点はねあの間違えないようにしてください。3つぐらい種類があったのかな。全然信号青にならないですね。もしかしてこれかもしれない。さあアーリーチェックインさせてもらえますかね、どうでしょうか。チェックインカウンターどこなんだろう、こっちも書いてあるそっちも書いてある、ちょっと分かんないんでちょっとそこ聞いてみますか。よいしょ、メインのチェックインカウンターどこなんだろう。でもみんな入ってくの、そこから入ってくんでここで合ってんのかなとりあえず行ってみましょう。あ、ちゃんとスロープがある。隣にも同じ名前が書いてあるんで、もしかしたらあっち行ってくださいみたいな感じになるかもしれないですね。めちゃくちゃでかいですね。あ、これだこれこれ、メインロビー。いやこのホテルめちゃくちゃでかいですね。いやこれは利用しやすい。見てください、 ABC ストアとか
ホテル内にある系ですね。いやこれはいいですね。何ここは美容室、いいですね。これホテル内です。何でも売ってそうな感じですね。いやいいな、これはハワイの歴史とかも書いてあるんですかね、ちょっと分かんないですけど。さあメインチェックインはどこだ。いやマジホテルがでかすぎてフロントデスクが案内が消えて消えちゃいました。あ、ここに書いてありますね。はい、日本語対応です。さすがですね。すごいなここすごいですね、めちゃくちゃでかい。いやちょっとこんなに大きいと思ってなかったですね。大きいとは聞いてましたけど。こんなのもあるし、すごいですね。バレーパーキングがあるんで、あってそう。はい、めちゃくちゃ混んでる。はい、ひとまずチェックインしていきたいと思います。いやめちゃくちゃ並んでますね。さあダイヤモンドステータスの力は発揮できないでしょうか。まあ無理でしょうね。ではチェックインしていきたいと思います。あ、プライオリティチェックインありますね。はい、こんな感じで。でもめちゃくちゃ並んでる。はい、ひとまず待ちたいと思います。まだね1時23分なんでチェックインできるかどうかよくわからないですね。はい、ひとまず待ちたいと思います。ではチェックインさせていただきます。どうでしょうか。今ね1時40分ということで15分ぐらいですかね、待ちました。いやー非常に混雑しておりますね。やはりねいろんなホテルが、いろんなっていうか、何個かの、ね、ホテルが一緒になってると思いますのでね、チェックインさせていただけるとありがたいですね。ということでチェックインねさせていただきました。ありがたいですね。いやここめちゃくちゃでかいんですね。ここはちょっと一泊だと全部紹介しきれないぐらいすごそうですね。はい、もう見てください、やばいですね。もう目の前はプールと海ということで、いやーいい立地ですね。ここダイヤモンドヘッドも綺麗に見えてすごい。ということで客室行きましょう。今回3106という客室です。ちょっとアップグレード状況とか全然わかんないんで、あれでしましょうか。後でアプリとかで確認しましょうか。一番安いね客室で撮っておりますんで、もうちょっとでも広かったらあれですかね、アップグレードっていう。3106567、ここですね。残念、またビーチ沿いではなさそうですね。では行きましょう。31065室ですね。開いた、開きました、よいしょ。ということで中に入ってまいりました。どうでしょうか。いや結構広いんじゃないですか。はい、多分これアップグレードされてると思いますね。バルコニーもついてますんでね。はい、見ていきましょう。まずこちらに大きいですね、テレビでかい。これは何インチぐらいだろうな、60インチぐらいありそうですね。でさりげなく後ろにプレステ3かな置いてあります。これは多分 DVD プレイヤーみたいな、そんな位置づけですかね。これは結構レアですね。はい、でこちらテレビ、多分引き出しは何も入ってないんじゃないかな、多分空だと思います。はい、空ですね。はい、何も入っておりません。でゴミ箱があって、こちらにデスクですね、仕事がしやすそうなデスクが一つあります。でこちらにLANケーブル AC2 つあります。あと電話、あとこちらインルームのメニューとかですかね、あります。でこちらにベッドです。ベッドは今回ね、これなんだ、セミダブルぐらいかな、昨日とかのホテルよりかはちょっと小さくなる感じですね。今回ねバスタブリクエストしてますんで、はい、ダブルツインベッドになっております。これ結構あるあるなんですよね。はい、私はねバスタブが大好きなもんで、ね、でこちらは
ウェルカムギフトをお楽しみください。ちょっとよくわかんないですね。ウェルカムギフトをお楽しみくださいって書いてあるけど、それが何なのかちょっとよくわかんないですね。うん、これなんか書いてあるのかな。ちょっと後で見ましょう。よいしょ。でこちらに、これもルームメニューみたいな感じですかね。はい。でこちらにランプと電話と、あ、こちらに USB Type A と目覚ましが一緒になってます。で電気がありますね。引き出しには聖書が入ってないですね。はい。コンセント類は USB Type A ここに一つだけですかね。はい、結構少なめです。あ、であとコネクティングルームになってるんですね。お隣さんと一緒に利用できるみたいな、そんな感じになってます。でこちらがあれですね、ティーセット、これがコーヒーですね。はい、これがコーヒー、ディカフェかな、はい、っていうコーヒーマシンで、これが氷入れるやつですね。で、まあ、ここは何も入ってなくて、この下は、あ、冷蔵庫ですね。冷蔵庫はよいしょ、これ空ですね。いやでもハワイやっぱり冷蔵庫あんのありがたいですね。ニューヨークはないホテルの方が、まあほとんどないですもんね。はい。でよいしょ。でこちらに、金庫、あとハンガーとランドリーバッグ、アイロン台が入っております。よいしょ。で電気、よいしょ。はい、こちらがバスルームです。はい、こんな感じになっております。こんな感じです。結構大きい鏡がガツンとありまして、拡大鏡、ティッシュと、こちらにアメニティです。これは見たことないですね。どこのだろうか。はい、このアメニティで統一されております。ヒルトンのアメニティじゃないですね。はい。で下にタオル類が貼って、トイレットペーパーです。ドライヤー、あ、ここですね。ドライヤー入ってます。でそんなもんですかね。替えのティッシュとかが下に入ってます。でバスタブです。あ、十分ですね。ちょっと狭めですけども、バスタブがセットされておりまして、こちらに可動式のシャワーが一つで、タオルがある感じですね。設備は以上ですかね。あ、お水がないちょっとこれは聞いてみないとあれですね。で帳簿です。あ、そっか、このホテルはあれなんですね、横向きに立ってるんですね。いや勘違いしました。反対側だけかと思ってたらですね、ホテル自体がなんて横に立ってるっていう感じなんで、見えるんですね。いやいい、いやいいですね。うわ怖っいやめちゃくちゃ高いですね。ここは31階なんでかなり高いですね。いや見てくださいこの景色。いやーハワイですね。いやー嬉しい今回の滞在で1階も客室からこんな綺麗に見えてないですもんね。まあ、ちょっと前がボートの乗り場ですけども、まあいいでしょう、十分オーシャンビューと言えるんじゃないでしょうか。でこちらにですね、こんな感じでバルコニー付きということで、椅子とねテーブルがあります。いやいいですね。はい、こんな感じで真下よね。これは一応プール、まあ海に見えるけど人工のプールですね。これは面白、これちょっと利用してみたいですね。はい、ということで、はい、ということで今回ですね、こちらはヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチ、ハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートホテルということで、冒頭にも言いました通り、ここのホテルはですね、ヒルトングランドバケーションズクラブのホテルも隣だったかな、前だったかな、ちょっとありますので、そちらもね一応ポイントで予約できるみたいなんですよね。ですのでヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートっていう名前がこのホテルっていう風になりますんで、客室もねだいぶ違うみたいなんで、まあ、この点はねご注意ください。で今回ですね、ヒルトンダイヤモンドステータスで私ね、宿泊させていただいておりますけども、まずですね特典としてはこの客室のアップグレードですね。ちょっと客室見たいなと思うんですけども、 RNBM マリーナオーシャンビュー
2ベッドルームということで、こちらにねアップグレードしていただきました。多分これアップグレードだと思いますけども、ちょっと後で確認させていただきますけど、ちょっと間違ったらね出しておきます。まあでもこの客室の広さとバルコニーを見ると多分アップグレードされてるんじゃないかなと思います。でこちらにね本日一泊お世話になりまして、こんな感じでねサッシをいただきまして、まあ、この中にはですねコンプリメンタリービーチトート、あトートバッグがもらえるみたいですね。はい、こんな感じで、これはどこでもらえるんだろう、これあれじゃないのかな、あやっぱりバケーションズクラブの方ですね。多分これはあのもらえると思いますけど、あの説明を受ける感じですかね。まあ私は多分もらったとしても一度ハワイでやりましたって言ったら多分あのバッグだけくれると思いますけど、ちょっと後でもらいに行きましょうかね。はい、多分あのやったことない人は多分説明を受けなきゃいけないんじゃないですかね。あとこちらは、レシーブ250ヒルトンオーナーズポイント、こちらはコンシェルジュデスクに24時間以内に到着から無料で250ポイントもらえるそうです。あこれはあれかな、もしかしたら、あでもポイントだからな、ちょっとよくわかんないですね。これ後で行ってみましょう、コンシェルジュの方。一応250ポイントもらえるそうです。なぜかはわからない。はい。っていう感じで、キーはね、こんな感じになってます。今回またブルーのキーに戻りましたね。はい。で、先ほどのヒルトンホテルと一緒で、やっぱりね、このハワイのホテルは DVD 結構あるんですかね。はい。DVD レンタルカードをいただけました。あとは、こんな感じでね、残念ながらね、日本語の案内はないみたいですね。はい、ですので全部英語で案内がいただけましたけども、まあ、こちらの部分にね記載があるんですが、こちらはねあのヒルトンホテル、アメリカのヒルトンということで、前回と同様ですね、フード&ビバレッジクレジットが18ドルねつくという感じになっておりまして、使えるのはね、スタバが使えるんですって。これはいいですよね。スタバと、ワイキキマーケット、あとトロピカルバー&グリル、あとハルトリカティーナ、これはちょっと何か分かんないですね。そんなもんですかね。まあひとまずですね、あのレストラン等々でね、使えるホテルクレジットが18ドルつくという感じで、スタバで使えるっていうのは結構いいですね。はい、ちょっと明日スタバでコーヒー飲みましょうかね。まあ、ちょっとね明日私あのハワイ立つんですけども、もともとはですねエッグシングス朝食にまたいいじゃんとか思ってたんですけど、まあもうパン、まあ他のメニューもあるんでね行ってもいいんですけども、同じ場所っていうのもねちょっとあれだなっていうふうに思ってるんで、まあ、ちょっとねあのスタバにしようかなというふうに思っております。まあひとまずねあのこんな感じで使えますんで、はい、18ドルのホテルクレジットね、はい、ついております。はい、そんな感じになっております。でですね見ていただきたいんですけども、はい、ホテルの敷地こんなでかいんですよ。やばくないですか、これ全部ヒルトンの敷地です。今回のこのグランドハワイアンワイキキとかね、ちょっと見えるかどうか分かんないですけど、ここら辺とかにあったりとかねするんですよね。ですんでこのホテル自体のタワーも全部で4つぐらい一緒になってるのがこのハワイアンビレッジ、まあ村みたいなねそんな名前がついてますけども、本当にめちゃくちゃでかいんですよね。でちょっと撮った写真をねこれに載せておきますけども、まずねプールが、真ん中上の方のタパプールっていうのと、あと、右下のラグーンタワーのそばにあるパラダイスプールで、あとレインボーパワーにあるスーパープールということで、全部で4つのプールがね利用することができるということで、ちょっとね4つもできるのを知らなくてですね、かなりびっくりしました。え4つもできるんですかって聞き直しちゃいましたね。はい、ということなんで、まあここねラウンジとかねホテルクレジット対応にはなっておりますけども、いやここすごいですね。でその建物の奥にはね、まあ見ていただいた通りですね、そのままビーチもね利用することができますんで、いやーいいですね。うん、これはいい、立地的にもですね非常にいいですね。ちょっとロイヤルハワイアンセンターとかあそこら辺からちょっと離れてるんですけども、まあでもねビーチにアクセスするでプールが4つあるということで、まあお子様連れとかねめちゃくちゃいいんじゃないですかね。飽きないですよね、4つプールあるんですよ。でもう一個ビーチがあっていやいいですね。はい、ちょっとここはね次回子供を連れてここに5泊したいなってちょっと思っちゃいましたね。でプールカードね、前回のホテルありましたよね。はい、前の日ヒルトンはなかったですけども、このカードをですね、あ多分これと
交換みたいな感じで、でタオル戻すとカード返ってくるみたいな、そんな感じですかね。はい、っていう感じですかね。はい、ダイヤモンドメンバーの特典としてはそんな感じです。で明日ねレイトチェックアウト一応ねリクエスト後でしようかなと思ってるんですけれども、まあ、今のところまだ聞いておりませんので、まあ、レイトチェックアウトってね基本的になんか私が使ってる感じだとだいたい当日頼むとできないって言われて、翌日聞いてみると結構あっさりいいよって言われたりねする場合があるんで、まあどちらかというとねチェックアウトの日に聞いた方がいいかもしれないですね。というのもやっぱりあのレイトチェックアウトって明日の話じゃないですか。今日の話じゃないんで明日になってみないとちょっと分かんないよってあの部分も多分あると思うんですよね。ですので個人的にはですねレイトチェックアウトはあのチェックアウトする日にね聞いた方がね結構すんなりいくんじゃないかなと思います。まあ個人的にね海外で使ってるとそんな感じがしますね。マリオットもヒルトも、はい、そんな感じで一応明日ねあのチェックアウトね聞いてレイトチェックアウトね聞いてみたいと思います。ということでいやーいいですね。うん、どうしましょうかね。ひとまずチェックインできましたので、とりあえずね D ポイント調査はねもう一回今日行きたいんですよね。あのアラモアナセンターに。であの JCB のねあのカードも使ってトロリーも乗りたいですので、ひとまずアラモアナセンター行きましょうかね。はい、お昼もねそこでいただきたいなというふうに思っておりますんで、まあ朝食はね結構遅くてめちゃくちゃ腹いっぱいに食べたんで、まあ4時5時3時とか4時ぐらいまでお腹空かないと思うんですけども、まあひとまずねあの D ポイント調査しにまたアラモアナセンター行って、そんな感じですかね。はい、で今日の夜に関してはですねちょっとねマイラーの方はですね同じタイミングでこのホテルにねこのホテルじゃないハワイにね来られているということで、ちょっとねあのご挨拶だけねしていきたいなと思います。多分ね顔出ししていただけないと思うんでそのところは申し訳ないですけど、ちょっとこう行かせていただきますけども、まあ、そんな予定になっております。ということでひとまずですねアラモアナセンター行きたいと思います。あ、そうそう、一個ね懸念点がありまして、もうね明日の服しかないんですよ。このハワイの気候でですね結構あの途中で着替えることが多くて、そんなことをしてたらですね、はい、もう明日分の着替えしかなくなってしまったので、どっかであれですね洗濯タイムを入れなきゃいけないですね。はい、ということでひとまずですねアラモアナセンター行って食事をして、また帰ってきた後にですね洗濯等々もね考えていきたいなと思います。ということでトートバッグゲットしました。あのねエレベーター降りたところのここにねコンシェルジュデスク日本人の方がいらっしゃいますんで、ここで言えばねもらいます。でちなみになんですけど、私はですねもう以前ねタイムシェアの説明会受けておりますので、ガツガツの営業は来なかったんですけども、もしねあの受けてない人だと、であの世帯年収が750とか800とかあると思うんですけど、そういうのが超えてると多分本気の営業が来ると思いますので、まあ、この点はご注意ください。まあ、ひとまずねこれはね結構簡単にもらいましたんで、まあでもこれもタイミングと人によりそうですね。アラモアナセンター行きましょう。ここからどうやって行きましょうかね。もうここが広すぎてねどうやって一般道に出るのかもわからないですね。はい、ひとまず行きたいと思います。ということでバスに乗りました。あの何も考えずにワイキキショッピングエリア行きのバスに乗ったんですけど、よく考えたらアラモアナセンター直接向かえばよかったですね。まあいいか、ね、いやあの今日ねこのザ・バスはね1日乗る放題パスなんですよ。ですんでできるだけ乗った方が、まあ、お得みたいな感じなんで、バス来た乗れみたいな感じで乗ったんですけど、よく考えたらね逆行してますよね、うん、今からワイキキの方に戻ってからまたアラモアナみたいな、まあ、こういうのもありましたね、はい、ということで、ワイキキショッピングエリアからまた ANA のバスに乗ってアラモアナセンター行きたいと思います。やっちゃいましたね、はい、帰りはもうちょっと考えて乗りたいと思います。それではね到着しました。なんと昨日と場所がまた変わっております。2カ所使われてるんですかね、もしくは土日だけ違うのか。ここはね公式サイトに載っている場所となっておりますね、まあ、ちょっと微妙にずれてますけども、この通りにある感じですね。いやー分かりづらいひとまず2カ所ですね、昨日の場所とこの脇道、はい、という感じなんで、これはね両方確認するしかないですね。多分停車場所になっている時にはこれが置いてあるっていう感じです。それではあれに乗ってねあのアラモアナセンター行きたいんですけど、一応ね JCB のラウンジが昨日ありましたんで、一応 JCB カード持ってきましたんでね、
まあ、一応どんな感じか見てから行きたいと思います。いやー本当に楽天カードを持ってこなかったのは最大のミスですね。まさかやってると思ってなかったです。ちょっと舐めてましたね。そして物理カードがないと入れないというね、はい、はい、ということなんで、ワイキキショッピングプラザの何階、3階だったかな、2階だったかな、2階かな、あ、2階ですね、はい、JCB カードを持ってれば入れるということなんで多分入れるのではないでしょうか。ANA トラベラーズで来るとマハロラウンジっていう、ここも使えるんですね。多分やってるんじゃないでしょうかね。聞いてみたいと思います。 ANA のダイヤモンドには入れないのかなちょっと聞いてみましょう。ということで断られました本当にね、この ANA トラベラーズのツアーじゃないとこのラウンジはね使えないみたいですね。これはちょっと ANA のトラベラーズツアーでちょっと来てみるのもね面白いかもしれないですね。はい、誰もいないですからね今利用されてる方、いやちょっとこれは利用してみたいですね。はい、では JCB のラウンジ行きましょう。こちらが JCB プラザラウンジです。入室条件はねここに書いてあるんですけど多分入れるんじゃないですかね。はい、ちょっと聞いてみたいと思います。よいしょ。それではですね、今ね入室させていただきました。中はですね、まあ、ほとんど利用されている方はやはりね少ない感じで、はい、今ね受付されている方で今入ってこられた方いらっしゃいましたけど、こんな感じの休憩スポットが利用することができます。いや非常にいいですね。でこの場所なんですけども、 JCB のクレジットカードね持ってる方だったら誰でも利用できるということで、やはり JCB ね持ってきた方がいいですね。トロリーのねピンクラインが利用できるということで持ってくる方多いと思うんですけども、そうじゃなくても持ってきた方がいいですね。でなんと提示するとお水とお手拭きとマスクケースと JCB 入りのトートバッグ、いいですね。いやありがたい。こんな感じで利用することができますので、ぜひ皆さん立ち寄ってみてください。あの今日のねあのホテル水もらえなかったんでめちゃくちゃ嬉しいです。ということでこんな感じになっておりまして、まあ本当にね座ってくつろげる、あとコピー機があるぐらいで、特にねソフトドリンクとかのサービスとかもありませんので、まあ本当にちょっと一服して休憩して、まあ、涼しいんでね、はい、ちょっとゆったりしていくみたいなね、そんな感じになります。ということでアラモアナセンターね行きたいと思います。ではピンクライン来たんで、ね、ピンクライン乗っちゃいましょう。アラモアナセンター向かいます。果たしてこれがアラモアナセンター行くかどうかは知らないです。多分ぐるぐる回ってると思うんで多分大丈夫だと思います。Go to アラモアナセンター。 Yes, thank you。 ということで乗り込みました。かなり乗車率高いですね。めちゃくちゃ乗ってる人多いです。JCB カードを持ってたら無料ですからね、これはすごいですよね。で日本語もね結構聞こえますんで、日本の方もね結構乗られております。昔こんなんありましたっけ、私の記憶違いですかね。おそらくあれですね、これ観光案内一緒にしてる感じですよね。まあ、ちょっと英語で全然わかんないですけど、いいですね。英語聞き取れる方はかなりいいんじゃないでしょうか。ということで多分ね 2,30 分かかると思いますけど、アラモアナセンター行きたいと思います。ということでピンクラインに乗って到着いたしました。結構かかりましたね、30分ぐらいかかりましたね。まあ、やはりねいろんなところ止まりますし、やっぱり時間はかかりますね。はあ、ANA のバスにだとねあの直行なんでね。ということでまたやってまいりましたアラモアナセンター。本日はこのフードコートでまた食べていきたいと思います。もちろん支払いは D ポイントでいきたいと思います。まあ、昨日はねステーキ鉄平をいただいて、でリンガーハットは使えないっていう調査結果でしたので、本日はですねラーメン屋さん一応ね入ってるんです。そこはねちょっと使えるかどうかチャレンジしていきたいと思います。ということで食事に関してはですね1円も使ってないですね、はい、全部 D ポイントで行ってます。ということで行きたいと思います。さあ使えるか。ここはですねなんかね7月に行った方はね使えないって言われた人がいるみたいで微妙ですね、はい、
ですけども一昨日ぐらいに利用した人はね使えたらしいんですよね。いやめちゃくちゃ微妙ですよね。これはちょっとね分かんないです。対応する人なのか、それが日本人だと使えるのか、でもそれちょっと不安定ですよね。お店にはね使えるって書いてあるんですけど、どうにかね使えてほしいですね。ということで行きましょう。ショッピングコートフードコートはすごいですね。本当にめちゃめちゃすごい人。はい、ということで今日の お店はここです。あ、書いてました。ラーメンバリオっていうお店ですね。では聞いてみたいと思います。やはり使えますね。このお店もねちゃんとここに使えるたまる書いてありますんで大丈夫ですね。お店はこんな感じ、ラーメンバリオです。結構いろんな種類のラーメンがありますんでいいんじゃないでしょうか。今回私はねこのバリオ海苔ラーメンにしました。で、あのねホテルのお水とかがなかったんで一緒に買いました。はい、ということで今会計していただいております。ということで出てまいりました。昨日食べたね、まあ、ちょっと動画別の動画になってますけど、ステーキ哲平さんが美味しすぎて今日の夕飯のお見合いにしちゃいました。はい、ということで帰りましょうかね。いやどっちで帰ろうかな。普通のバスで帰りますかね。いやピンクラインもね無料でいいんですけど、やっぱり結構時間かかりますね。はい、ということで普通のバスでね乗って帰りたいと思います。まあ今日ねワンデーパス買ってますんで、できるだけそれを使った方がね、まあ、お得になるっていう感じなんで行きたいと思います。ではですね、普通のバスに乗って帰ろうと思ったらタイミングよくねバス来ましたね。ということでこれに乗って帰りましょう。まあ、ちょうど来ましたんでね。あ、いいですね。では乗っていきたいと思います。ハロー。ということで乗りました。こうやってタイミングよく来てくれると本当にめちゃくちゃいいですね。昨日みたいに1時間とか待たされたらねちょっときついですけどね。ということで今16時42分なんで、何なんだろうな、時刻表だと多分、あ、でも45分かな。はい、ということなんで多分45分で出発かもしれないですね。はい、昨日はでも、あ、看板出てないな、わかんないですね。今も看板出てないんで1時間に1本なのか、時刻表だと多分30分に1本だと思います。これはちょっとあれですね、確認のしようがないんでもう運だと思っていた方がいいですね。まあ、昨日お祭りもやってたんでね、その関係で渋滞して遅れたみたいな可能性もゼロではないですね。はい、ということでもうしばらく待ってワイキキショッピングプラザまで行きたいと思います。ということでワイキキショッピングプラザ到着しました。いや早いですね。はい、片道12分でここまでね送ってきていただけるんで、やはりねピンクラインだと、まあ、ここから30分ぐらい、 ANA のこれだと、まあ、12分ぐらいでね来れますんで、まあ、これはね時間見て利用していただくのもねいいんじゃないかなと思います。ピンクラインもね、いろいろ観光案内みたいな、まあ英語ですけどねやってくれたり、まあ、いろんなとこ泊まってくれるんでね、まあ、そういう意味ではねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、タイミングによってね利用していただければなと思います。ということで私はね乗り継いで一般のバスでねホテルの方帰りたいと思います。いやいいですね。うん、ちょっともうちょっと時刻表なんかあれですね、時刻表通りに来てほしいというか、まあ今日は多分大丈夫だったと思うんですけども、昨日とかね結構大変でしたんで、はい、ということでホテル帰りたいと思います。ということで時刻はね22時40分ということで、もうね結構夜も更けてきましたので、そろそろ休みたいなと思います。あ、そうだ、夜景をお見せいたしましょうかね。ちょっと行きましょう。ということでベランダに出てまいりました。いかがでしょうか。結構綺麗ですね。昨日ね宿泊したホテルもね非常に夜景綺麗でしたけども、またねこのビーチ沿いの景色もねめちゃくちゃ綺麗ですね。いやーこれはいいですね。はい、ということで今日のところはねこんな感じで
休みたいなと思います。この時間になってね、かなり過ごしやすい気温になってまいりました。ということで今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。いやーいいですね。おはようございます。ただいまですね6時46分ということで、もうそろそろね朝7時ぐらいになるんですけれども、本日はですね朝の5時ぐらいに目が覚めて、まあ、それからですね仕事をしつつ、まあ、朝ごはんもね昨日のステーキてっぺい持ち帰りをいただいたりねして今に至ります。で今日ですねこのホテルチェックアウトで、で今日ね、フライトで次の都市に行くわけなんですけれども、ひとまずですねチェックアウトまで時間がありますので、今日のでね一回ね洗濯をね入れておきたいなというふうに思いますので、これからですねコインランドリーの方にね向かいたいなと思います。このね私が泊まってるホテルにはですねコインランドリーっていうのはないんですよね。ランドリーサービスはまあ普通のホテルのサービスとしてはねあるわけなんですけども、やはりね高額ということで、ねちょっと歩いたところにコインランドリーがねセブンイレブンの近くにありまして、まあそこねちょっと利用しに行こうかなというふうに思っておりますので行ってみたいと思います。ということでホテルにねコインランドリーがあるとね非常に便利なんですけども、まあ、今回ね3つのホテル滞在しましたけども、エンバシーだけねホテルについてましたけども、それ以外のホテルではですねこのホテル内にコインランドリーはね残念ながらなかったっていった形になるんですよね。とりあえず、コインランドリーの方行って洗濯ねしていきたいなと思います。では行きましょう。では外に出てまいりました。ホテルの廊下はこんな感じになってます。ヒルトンハワイアンビレッジですね、はい、名前がねいろいろあるんでこんがりがりそうですね。いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。いやーすごい綺麗。なんか波が高そうですけど、そうでもないのかな、普通なんですかね。もうビーチで遊び始めてる人ですかね、いらっしゃいますね。まあもう7時ですからね、うん、早い人は早そうですよね。ではこちら朝のプールです。今はまだ点検作業してますかね。いやさすがにね今入るのは寒いです。かなり肌寒いです今。いやこんな感じになってます。いやすごいな、何回見てもここは村ですね。池に金魚とかもいてすごいですね。ハワイでこんだけ施設が充実してて全部ここだけで住むっていう意味ではこのホテルかなりいいんじゃないでしょうかね。もう外に出なくていいですもんね。まあ手は言いつつまあ出ると思うんですけど、でもまあ出なくても完結するっていうのはいいですね。昨日チェックインカウンターしたらチェックインしたのはあそこです。でこっちにお店がねたくさんありまして、タクシーもめちゃくちゃ並んでる。もうすぐ乗って帰れますね。でここもねショップエリアになってまして、ここはコーヒーショップかな、はい、いろんな方が利用されてますね。でここもカフェ。あ、昨日結構雨降ったんですね。水たまりがすごい、はい、見てくださいこのショップの数やばいですよね。いろんなものが利用できるんで、これはいいですね。ハーレーダビッドソンとかもある。バイクの部品買えるんですかねハワイで。さすがに T シャツとかですよね。まあこれは今やってませんけども昨日やっておりましたね。これも飲食店街になってます。
多分帰ってくる頃にはもうちょっと栄えてんじゃないでしょうか。あ、ABC ストアがここに奥にありますね。普通にやってますね。わ、すごい水たまり、すごい、めっちゃ降ったんですね昨日。ちょっと私はぐっすりだったんで気づきませんでしたけども、どうしましょうかね。18ドルのホテルクレジットがねもらえてるんですけど、うんコインランドリーに今から行くんでね、微妙なところですね。いいかな、帰ってきてからでいいですかね。多分ねお手洗いはないんですよコインランドリーなんで。ってなるとちょっとコーヒーあんま飲みたくないな。帰りにしましょうかね。はい、こちらはカイリアタワー、私が泊まってるのはレインボータワーですね。はい、ということで外に出てまいりました。いやー本当に村ですね。ここは村の入り口です。大丈夫かな、傘持ってないけど、まあ、最悪あれしましょうか、 ABC マートとかで雨降ってきたら傘買いましょうかね。ちょうどここから7分ぐらいですね。まあ7分ぐらいだったらまあいいでしょう。朝のハワイはこんな感じになってます。いやいいですね、まさにハワイリゾートっていう感じがします。これですね、ヒルトンハワイアンビレッジ。はい、こんな感じですね。いやいいですね。ということでちょっと10分ぐらいね歩いてこっちの方向にね歩いてってコインランドリー行きたいと思います。なんですかね、今ダブルツリーバーヒルトンなんですけど、めちゃめちゃ人がいる。なんかの撮影かな、多分そうですね。すごい人だ。いやちょっと分かんないですね。でも撮影なのは間違いないんですけど、何の撮影とかは分かんないな。びっくりした。多分撮影だったと思うんですけど申し訳ないです、分からなかったですね。あの軍の服着てワンちゃん連れてた人が俳優さんかな。でもその割にはなんか警備とかいなかったんでちょっと分かんないですね。いやいや、やっぱりハワイですからね、それは撮影もありますよね。私ニューヨークこんだけ行っててニューヨークで撮影してるのって見たことないんですけどね。まああのファッションウィークのお姉さんたちがポーズ撮ってるみたいなのは1回か2回見たことありますけど、本当にそういうレベルなんですよね。はい、ということでセブンイレブン、この2にもあってその奥にもねコインランドリーあります。まあそのセブンイレブンの隣でコインランドリーしていきたいと思います。はい、ということで行きましょう。ではコインランドリー入ってきました。やはり使ってる人結構いますね。素晴らしい、クレジットカードが使えますね。はい、ということなんでまあこれでいいかな、うん、これでいきたいと思います。それでは入れていきましょう。それでは無事回すことができました。まあそんなに難しくないですね。ここに洗剤入れるところがあるんで、まあ私はメインウォッシュなんでここの B のところに洗剤入れて、でここで選んで、でクレジットカードを切る、でそしたら回るっていう感じですね。はい、非常にシンプルです。まあでもこの子はあんまり反応が良くないんで、ちょっとソニーバンクウォレットとかね使えなかったりとか、レボリュートで通りましたけど
はい、まあ、そんなに難しくないんで、まあ、簡単に使えると思います。まあ、こういう系のやつは全部あのブログとかね見ていただけると分かりやすいかなと思うんですけど、まあ、これはそんなに難しくないんでね、はい、洗剤入れて選んで決済で回ると思います。 あとこのここら辺選んだ方がいいですね。ホワイトとかカラーズとかっていう感じです。であと残り時間がね出て、でその後乾燥っていう感じになります。じゃあ30分ぐらい待ちましょう。それでは洗濯が終わりました。乾燥もね、コイン入れてボタンを押すだけなんで非常に簡単ですね。一応後で機械見ときます。確かね、反対側にもコインランドリーあるんですけど、そこの方は確かね日本語表記となんか係員の人がいた気がしますね。その代わりね、ここ24時間やってるんですけど、そっちね5時とかね6時とかで閉まっちゃうんで、まあそこはあれですね、利用したいところで使い分ける感じですね。確か昔2、3年前に使った時はその店主の方にやり方を聞いてなんかやった気もしますね、うん、ではあとで乾燥機だけちょっとお見せしてホテル戻りましょう。今ちょうど9時ちょっと前ぐらいですね。ここの乾燥機はね、はい、こんな感じなんですけど、これ中入れてカードスワイプかタッチしてボタンを押したらスタートですね、はい、下はコインになってて上はカードになってます。カードが使えるってのはいいですよね、はい、小銭をわざわざね用意しなくていいのと、まあなかったらこっちで両替はできるんですけど、5ドルか10ドルしかできないんで、あの両替するとめちゃくちゃ出てきます、はい、という感じです。では行きましょう。今日あんまり天気良くないんですかね、うん、あやっぱりちょっと軽く腹ついてますね、うん、ということで来た道戻ってホテルに戻りましょう。いやカードが使えるこのセブンイレブンのランドリーめっちゃ良かったですね。では戻ります。やっぱりなんか撮影ですね。誰か分かるかな。Oh, yes. Okay. 撮っていいの？いや、わかんないですね。誰かわかる人いたら教えてください。間違いなく撮影されてますけども、何の撮影かわからない。はい。はい。すごいめちゃくちゃ挨拶してくれる。さあ誰かわかる人はいたでしょうか。何かの撮影を行われておりましたね。ダブルツリーバイヒルトン、ダブルツリーバイヒルトンワイキビーチの前でしたね。ということでホテル戻りましょう。ということで客室に戻ってまいりました。スタバのカフェラテいただきます。うまいですね、うん、ということで今ね11時39分で、13時チェックアウトなんであと1時間ちょっとですねありますので、まあ、もうちょっとゆっくりしてからですねパッキングしてチェックアウトねしていきたいなと思います。ということで最終日のハワイの景色はこんな感じです。いやーいいですね、うん、最終日にしてこの海を眺められるね客室になれて本当に良かったですね。ではしばらくこの海を見つつゆっくりしたいと思います。ということで時刻は12時45分になりましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいと思います。ここでね一旦動画区切らせていただきますので、今回の動画はねここで一旦ね終わらせていただいて、次はねフライトレビューになるかななんていうふうに思うんですけども、そちらもね楽しんでいただければなと思います。今回ですねヒルトンワイキキハワイアンビレッジですよね、はい、こちらにね一泊ねお世話になったわけなんですけども、ちょっとねステータス特典としてはまああの
朝食がね利用できなくて、それの代わりが18ドルのクレジットに切り替わってるっていう風になっておりまして、まあこれはね昔からそうかもしれないんですけども、まあ今現在もねそうなっているっていう風になりまして、朝食もねありませんし、またねこの客室にはですねお水すらね有料っていう風になっておりますんで、まあ私はねDポイントでねステーキ鉄平とかで買いましたけども、まあその水すらもね有料で利用しなきゃいけないっていう部分はですねちょっとね残念ポイントだななんていうふうに思うんですけども、まあプールもね4つ利用できてですね、本当にここの一帯でですね食事アクティビティ、まあ遊ぶこともねほとんどできますんで、まあ、他にね出なくてハワイを楽しむことができるっていう点ではですね、まあ、このホテルねかなりいいのではないのかなと思いました。またね小さいお子様とかね連れている方はですねやはりね外歩くよりねある程度ね仕切られた中でね遊べる方がですね安心かななんていうふうに思う部分もありますので、まあ、そういう意味ではですねこのヒルトンのねハワイアンビレッジかなりいいと思いました。次回はね子供連れてここはね来たいなと思いますっていう感じですかね。まあ今回ねヒルトンダイヤモンドステータスの特典として利用できたのはアーリーチェックインとレイトチェックアウト、あと18ドルのねホテルクレジットですね、まあこちらはね利用することができたっていった形になります。まあこれでねお水がついてればね個人的にはめちゃめちゃいいなと思ったんですけども、ちょっとねお水まで有料っていうのはねちょっと渋いですね。まあでも施設自体はねかなりいいので、またねこちらをまた来たいなというふうに思いました。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。